こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。今回から新しいショーとなります。スターホースポケットプラス。お、ラッキーバヌシ。すごいね。イベント開催中よ。あとは神社は行ったし、1640です。アイテムを交換できる。イベント開催中よ。前回は刀の名鉄でしたね。このね、16戦9勝の成績を収めまして2万枚獲得賞金を突破しました。さあ今回はどうでしょう。いい配合ね。種付けだ。お数万を種付けします。待つかしら。いい配合ね。いい配合。剣術型アイスよ。しかもバイアリータークは。いい配合ね。バイアリータークこれ使うしかないんじゃないでしょうかね。待つかしら。サイクイグルは一発型だ。いい配合ね。待つかしら。手巻き番号。いい配合ね。待つかしら。URL たくさんありますね。二の手巻き番号をつけてみるか。いい配合ね。待つかしら。待つかしら。いい配合ね。待つかしら。待つかしら。発型だから。いい配合ね。で巻き番をつけてみましょう。太陽の巻き場王からですね。おー、愛されてますね。気象が穏やかなんでしょうか。そして崖。赤が続く。なんだこれ。お、結構すごいんじゃないのこれ。時は流れました。元気いっぱいね。やんちゃ男の子、非凡な才能。どうなの、コメント的には微妙かもな。太陽、日の出巻き場王は太陽の巻き場王なんで、太陽としましょう。まだつけてないはず。肩の太陽。さあ刀の太陽としてデビューしました。さあ追い込みになってますが、デビューしてみないとわからないですね。グレースオブリー、日の出巻き場王です。気合い入れていくわよ。さあ2400m が得意ということで、順当に行きましょう。この子の
なら心配ないわ。 1.0 倍来ましたね。グリグリです。投票受付を開始します。期待が多く集まったウィジンよって言ってます。楽しみですね。こちらはさあ条件2歳新馬戦メイクデビューです。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。6番マリンプロダクツが先頭に立ちました。それから2番嵐マウンテン、12番スエズチャンス、ちょっとこれは引っかかったんでしょうか。4番モミジブレイブ、その外からはマリーパワー、1番ササハッピー、ね、外から1頭8番ドキメキハーガー、そしてその後ろから5番スワンコーヘ、サファリハイセブンが並んでいっています。コンゴーストーン、それからもう1頭ガリバーギャップ、それから離されまして肩の太陽。先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして、先頭は嵐マウンテンであります。マリンプロダクツ下がって2番手スエズチャンス、4番モミジブレイブ、その外マリーパワー、そして6番手にササハッピー、うん、これと一緒にドキメキハーバー、そしてその後ろから5番スワンホーゼ、その外に11番サファリハイセブン、それからガリバーギャップ、そして外からは7番コンゴーストーン、そして1番人気のカタロ太陽、うまくいっているんではないでしょうか。前でありますが前、依然先頭2番嵐マウンテンであります。これを追って6番マリンプロダクツであります、スエズチャンス、それから4番モミジブレイブ、その後ろでありましょうかマリーパワー、そして6番手に1番ササハッピー、もう1頭ときめきハーバー、スワンホーゼ、そしてもう1頭サファリハイセブン、内を通ってガリバーギャップ。さあ気をつけば4コーナー、まだ最高峰だぞ。ここから追い込みかかっていく。肩の対応はまだ後方、ようやく追い込み体制。まあ、しかし一気にもう上がってきて、肩の対応が差を詰めてきた。先頭明け豊かと肩の対応、スエズチャンスが2番手、先頭明け豊かと肩の対応、肩の対応、新馬戦を見事勝利で飾りました。花々らしいデビューが来ております。相当の追い込みよ。まあいいですね。1着当番、2着12番、3着6番。さあ次はおめでとう。何でしょう。ダート 1400m です。勝てるかしら。 1.2 倍、ちょっと2ただいまより落ちたけど、それでもまだグリグリです。短距離戦です。条件戦2歳500万下です。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。2番デルタグラス号、先頭ルイストリームがその後ろ、3番タイプライター、この辺りちょっと離れているアタックチャンプ、そして5番手に12番ミナトヒーロー、4番ナハチルアーノ、第3コーナーに向かいます。12頭、それからもう1頭10番カリオンシャトル、1番オアシスパサー、その後ろ3馬身くらいあって7番ピンク桜、外を通りまして11番エリオールコット、そしてそのうちに5番タカラチャンプ、しんがりから8番カタロ太陽、2馬身くらいの差をつけてタイプライパーが先頭です。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。先頭行く赤い帽子はハイプライター、外からはレースドリーム、外から何が来ているのか。パタの太陽か、レースドリーム、先頭に立った怖い馬が来た。8番パタの太陽だ、外をついてパタの太陽が来ている。先頭明け豊かとパタの太陽、ね、レースドリームが2番手、1着パタの太陽、末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。2勝目上げました。片尾太陽、当
結果ね。1着8番、2着9番、3着6番以上のように確定しました。ダートいいですね。ダートでも走れるのか。すごい。ダート両方用です。じゃあ芝の 1200m 行きましょう。距離適正はどうだ。勝てるかしら。 1.5 倍、ちょっとオンズ下がりましたが、まだグリグリです。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。7番アイスシャーベットが先頭に立ちました。おっと一気に行ったリミテッドラピッドと柴田、ちょっと離されまして、6番ブライティアパワー。さあ第3コーナーに差し掛かります。外を通りまして、11番ディアーロード、1番エンセントテイル、その外3番ブライティスト、キャピトルヒル、その後ろ3馬身くらいあってビーズガーデン、それからクムダルニョラ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。青い帽子リミテッドラピッドが先頭。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭柴田とリミテッドラピッド、肩の太陽ものすごい足、頑張る頑張る柴田とリミテッドラピッド、肩の太陽が2番手、肩の太陽先頭に立った、うち4番リミテッドラピッド、肩の太陽楽勝1着、そしてどうやらフライティストが2着。肩の太陽圧倒的でした。飛びコース中山一着。この子なら心配ないわ。調教パートナー設定しましょう。なるべくなら追い込みの人の方がいいな。一応ライアン入れとこう。いい感じだわ。何かよ。体質ちょっと弱いのか。まあある程度鍛えたらそんなレース出さなくてもいいかもね。いやレース出す反面、イベント開催中よ。おお、どうかしら。イベント開催中よ。いいわね。出発力は S、 出発力そんなに良くないんだ。意外だな。ベストバタージは476キロなんで、まだちょっと軽いな。今ディアーツを2周です。イベント開催中よ。元気いっぱいね。そして、大根。元気いっぱいね。これでレース出ます。3歳なんで2章出しましょう。吉富先生ということで。何かよ。まだ明かれてない部分多いですね。今2月を3週なんで、キサラギ賞のあと放牧ハサミはサツキ賞出せるかもしれません。
一番人気よ。お、いいですね。 2.3 倍一番人気。投票受付を開始します。ナイガトップロード、エイシンキャメロン、トシザ V とか、エイシンキンボール、懐かしいな、キンボール、アドマイヤマンボナーが出てまいります。ナイガトップロードですね、やっぱり強敵は。エイシンキャメロンもいますが、果たして、さあ京都 G3 キサラギ賞です。さあ10頭のゲートインが完了しました。体制完了。キサラギ賞 1800m、 まずまずのスタートを切りました。注目の先行争いでありますが、花を切ったのはマルシゲファイター、8番リザーブユアハート、外から行こうというところ、7番エイシンキャメロン、それからもう一頭エイシンキンボール、そして外からは成田トップロード、これが一番人気の9番笠野太陽であります。2番タイクラッシャー、6番アドマイヤマンボ、そして内からは4番東証アンドレ、しんがりから5番トシザブイ。さあ第3コーナーに差し掛かります。もう一度整理しておきましょう。リザーブユアハートが先頭です。そしてその後ろから3番マルシゲファイター、エイシンキンボールがそのうちにいます。そして4番手に7番エイシンキャメロン、成田トップロードがその後ろ、これが一番人気の片野太陽、柴田騎手、この手応えはどうか。それから2番タイクラッシャー、アドマイヤマンボ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。片野太陽は6番手といったあたり先頭、シート、リザーブユアハート、エイシンキャメロン、懸命に追うマルシゲファイター。先頭に立った片野太陽が差を詰めてきた。絶好の手応えで片野太陽、このまま粘れるか。マルシゲファイター、並ぶか並ぶか。片野太陽先頭、柴田と片野太陽、片野太陽超新星の誕生であります。これは楽しみな一頭が現れました。最初です。1着9番、2着今日も穏やかなんで楽しみですね。1番以上のように確定しました。なかなかやるじゃない。イベント開催中よ。ベスト馬体重は476kg か。気合十分ね。体質が弱いので量取らないといけません。いい感じだわ。何かよ。2月を3週か。今何分ぐらい？20分弱か。じゃあ次回行きましょうか。イベント開催中よ。皐月賞はこれか。6キロだからな。6キロって今の馬体重は476-482kgまで増えるんだ。イベント開催中よ。ですね。いい感じだわ。何かよ。
衣装ということで、オペラ王オースイブライト、アドマイアベガー協力ですね。オースイブライト祈るのへ乗れません、岡部さんにしましょう。何かよ。はい、ということでベストマザージは476キロままなんで、この状態でサツキ賞に挑もうと思います。距離適性が中長距離なんで、クラシックとかも菊花賞まで多分大丈夫なんじゃないかなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。このスターホースポケットの動画ですね、プレイリストに動画集載せております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。